ただしこの鉄が生まれてから現代までおよそ4,000年の時間がありますがそれを全て鉄器時代と言いますとやっぱり人そのため文字の出現文字を書くという技術を人類が発明して以後王朝あるいは国家名というものがまず文字で記録される 対象となりますのでそれらを使って政治史的に区分をしていくでさらにはこの文字が出現する以前は戦死時代として一括するとい、まあ、そういうふうなこうやり方も、えー、行われるようになっております。他方この技術的な区分あるいは政治史的な区分が大変難しい、えー、地域時代もございます。 その場合には例えば日本の弥生式土器時代のように時間の尺度で時代を区分するというそういうふうなケースもありそれが複雑に絡み合っていることがアジアを全体として時代,の区分時代を区分し理解していくことの難しさを生んでいるというねそういうふうな事情があるということを理解をしていただきたいと思います。